地月山は長野県長野市の北西側にある山。標高は733メートル。裾花業界岩層で形成される山で、風化により、業界岩が変質し粘土質鉱物のモンモリロナイトと呼ばれるものになり、粘土質鉱物が災害の際の滑り層となった。1960年6月、観光都市を目指した長野市は、 ご可燃計画による観光開発案を策定した。これは、善光寺を観光の中心にし、その周辺の大峰山、地月山、飯綱高原一帯を観光地に開発しようとするものだった。地元資金によって設立された長野国際、観光株式会社は、地府山を中心に観光開発に取り組み、1961年春の 全工寺五会長と長野産業文化博覧会に合わせ、雲城殿近くから地府山頂まで全工寺ロープウェイが設置され、3月に運転を開始した。当時ゴンドラは県下では初めてで、雲城台駅の駅舎は鉄筋で食堂もあり、その規模も全国一と言われた。山頂には食堂、遊園地、動物園、スキー場、観光リフトがあり、 運場台駅東側には六ルを持つゴルフ場の開発、市街地を見下ろす大展望浴場を持つ全工事、ヘルスセンターが開館し、当時はとても賑わっていた。しかし、1964年8月に有料道路の都学士バードラインが完成、地月山側に揚げ松料金所が設置された。これにより、地月山が通過点となってしまい、 地月山観光は低迷していった。1971年に長野国際観光株式会社は閉鎖し、ロープウェイは市開発公社に移譲されたが、1974年4月に運休、1975年10月に廃止となる。1985年7月初0日頃から木の根が切れる音や都学士バードラインでの亀裂。 斜面の小崩落などの前兆現象があり、行政による監視体制が続いていたが、7月26日午後5時ごろ、大豪音とともに大規模な地滑りが発生。南東側の斜面が幅約450メートル、長さ約350メートルにわたって、削り取られたようになった。移動した土砂は500万立方メートルとも言われている。地滑りの様子は、テレビ局により撮影され、 麓の建物が倒壊する瞬間が茶の間に流された。地滑りにより斜面にあった都学市バードラインは寸断。老人ホーム、小樹層の一部建物が押し潰され、危険に気づいた職員らにより一部は助け出されたものの、多数の死者を出した。都学市バードラインの建設と地滑り発生の因果関係は、1997年6月に長野地方裁判所は、 県の都学資有料道路の管理上の過失が地滑りの原因になったという判決を下している。なお、田中康雄長の県知事により一旦建設計画が中止された浅川ダムは同じ地付山の北東側に位置し、地滑りの懸念が建設反対派の根拠の一つになっていた。その後、浅川ダムは2010年に建設に着手し、2017年に完成した。 長野県警は災害警備本部を設置。消防などと連携し、27日には土砂に渦もれた小樹層から19人が救出される。山のふもとにある長野市立湯野屋小学校は土砂が押し寄せた湯野屋団地や家が全半壊した住民らの避難所となり、全国レベルを誇った児童合唱部が被災者の心を癒した。校内の敷地にある支えられてのモニュメントは、 災害時の教訓を後世に伝えるために設置された。1986年の警察白書によると、最終的な死者は26人、負傷者は14人、前半回家屋60棟。動員した警察官は延べ7000人。車両は延べ1100台が投入された。災害の直後、日本航空123便墜落事故が発生した、成果。 8月中旬以降は報道も縮小。それでも、しばらく山肌は削り取られたままの姿を残していて、植林などが進んだ今でこそ分かりにくくはなっているが、今でも長野市民に土砂災害の凄まじさを伝え続けている。この災害の際に、全国から1億4、529万7、912円の義援金が集まったが、長野市地域広域行政事務組合の施設である。 小樹葬再建を目的に5000万円の義援金を長野市地域広域行政事務組合に配分した。さらに、長野市地域広域行政事務組合へ1、461万1、709円の義援金が集まり、長野市地域広域行政事務組合が取得した。小樹葬は、元の場所から東に位置する長野市上の2丁目に再建された。 地学的地検地月山の山頂南側の小川類層と呼ばれる斜面が地滑りを起こしたもので、中心予後期から鉱石予初期の堆積岩と被災岩類からなり、上から畑山砂室で岩層、裾花業界岩層、浅川で岩層と呼ばれている。地滑りを起こした土砂には、表土層もあるが多くは、流門岩質業界格歴岩の粘土化したものである。 水分を多量に含みグリス状に粘土化し、軟弱となった層が、上に乗る土砂の重みに耐えられなくなり、地滑りを起こしている。経験則から見れば、現場付近には明治以降の地滑り痕跡もあり、古い地滑り箇所が再度地滑りを起こした、典型的な例である。同じ裾場な業界岩層地域では、他に、チャウスさんの地滑りも知られている。防災メモリアル、地月山公園は、 長野市上松の地滑り跡地のうち6.3ヘクタールを利用して整備された公園。2004年秋に開園した。園内には、地月山観測センターや、中水位、中水路などの抑制工があり、地滑り災害とその対策について学ぶことができる。また、長野市街地から、滋賀高原まで見渡せる展望台のほか、ローラー滑り台や、アスレティックなどの遊具がある。 夜間と陶器は閉鎖される。ありがとうございます。